油絵具。油絵の具は、顔料と乾性油などから作られる絵の具で、油彩に用いられる。油絵具は、乾性油が酸化し硬化することにより定着する。顔料を乾性油で練り上げたものはすでに油絵具であると言えるが、市販の油絵具にはこの他に、様々な物質が混入している。また近年では、海面活性剤の添加により水による、希釈。 水性絵の具や水性画溶液との混合が可能な、加水溶性油イグ、ウォーター、ミキサブルイルカラーも存在する。原色成分としての顔料と完成油を主成分と、するバインダー、培材、ビークルからなる。理想を言えば培材は、完成油のみということになるが、現実には、顔料や、完成油を調整しなければならず、それぞれの絵の具の乾燥速度を調整する目的で、 乾燥促進剤などの除剤が使われることが多い。この他に調整の目的で形成除剤や樹脂などの除剤が添加される。ただしこれは使用者の利便に対する配慮でもある。特に日本国メーカーの製品は顔料や乾性油などを調整し初心者に対して配慮する傾向が強い。顔料は不要性色素である。鉱物、石油、空気などから製造される。 分光反射率、色合い、屈折率及び、粒子系、塗膜圧と透明性の相関、分散性、各種体制、価格などの評価基準がある。また ASTM が、アメリカ合衆国内では、義務付けられている。顔料を構成する元素は様々である。蘇生に着眼して分類する場合、有機顔料と無機顔料に分類する場合がある。有機顔料は、 分子構造中に炭素を含む化合物で、無機含料は分子構造中に炭素を含まない化合物である。ただし、炭素を含む化合物のうち、炭酸塩とシアン化け物は例外であり、有機化合物には含まない。塩白、炭酸カルシウム、根性は無機含料である。有機含料は非金属元素のみからなるものもあれば、金属元素を含むものもある。 有機顔料を構成する元素は、有機化合物一般と同様、水素、炭素、窒素、酸素が主である。これ以外に、ハロゲンつまり、フッ素、塩素、周素、ウ素を分子構造中に含む有機顔料もある。硫黄を含む有機顔料もある。これらは、みな非金属元素である。金属錯体顔料はこれら元素以外に、アルミニウム、ニッケル、 銅などの金属元素を分子構造中に含む。無機顔料は金属元素と非金属元素からなる。ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、カリウム、チタニウム、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、モリブデン、カドミウム、バリウム、水銀、鉛、ビスマスなどの金属元素と酸素や黄、窒素、 水素などの非金属元素からなる。以下、便宜的に、白色顔料及び黒色顔料と有色顔料に分けて説明する。分光反射率が一様で特定の範囲が際立っていないために、色相が鮮明でない、明度に特徴が現れる顔料は、大きく5種類に分類できる。著しく高い反射率を示し、屈折率が高い白色顔料。 高い反射率を示し、屈折率が高くない体質顔料、低い反射率を示し、屈折率が高く粒子系が大きい黒色酸化物、顔料、著しく低い反射率を示し、屈折率が低く粒子系が小さい、黒色炭素含量、低い反射率を示し、屈折率が低く粒子系が小さい、炭素を含む複数の元素で構成される、黒色有機顔料の5種類である。 カラーは中空顔料を除くとすべて無機化合物である。有色顔料と呼ばれ、種として色彩の顕在化に使用される分光反射率が一様でなく特定の範囲が際立っているために色相が判明な顔料はプロセスカラーやカラーフィルターに使用されるような量と同様である。例えばピグメントブルー15-3やピグメントブルー15-4。 ピグメントレッド122はそれぞれプロセスカラーのシアン、マゼンタとなる顔料であり、ピグメントオレンジ71、ピグメントグリーン36、ピグメントバイオレット23はそれぞれカラーフィルターのレッド、グリーン、ブルーに配合されるような顔料である。様々な顔料が使用される。それぞれの顔料については口述する。完成油は、 空気中の酸素と化合し乾燥する超音で液体の油脂である。油彩には、リンシードオイル、フラックスシードオイル、アマニ油、アマニ油、ポピーオイル、消し油、消し油、カラシ油、サフラワーオイル、ベニバナ油などを用いる。リンシードオイルは、色は淡くないが乾燥が早く堅牢な塗膜を形成する。ポピーオイルは、色が淡く穏やかに乾燥するが、塗膜は、 リンシードオイルのそれよりも脆い。サフラワーオイルは主として高価なポピーオイルの代用を果たさせ価格を抑えたい場合に採用される。古来から様々な加工法が研究された。加工油にはスタンドオイル、加熱重合管製油、サンシックンドオイル、ブラックオイルなどがある。ここでは便宜的に油彩に使用される樹脂をあげる。合成樹脂としては溶剤型アクリル樹脂。 石油樹脂、ケトン樹脂、シクロヘキサロン樹脂、アルキド樹脂、アルデヒド樹脂などが用いられる。天然樹脂としては、ダンバル樹脂、マスチック樹脂、乳香、コーパル樹脂、などが用いられる。色調が淡く、強樹変化が乏しい堅牢な塗膜を形成する、合成樹脂が開発されて以来、単に樹脂といって、天然樹脂ではなく、合成樹脂を指すようになってきている。他方で、 色が濃く変色しやすく高価な天然樹脂は、その屈折率の高さや自然な風合いから使用される場合がある。溶剤は物質を溶解し均一な溶液を構成する液体。粘土、濃度の調整にも用いる。ペトロール、ホワイトスピリット。工業ガソリンの4号、ミネラルスピリット。揮発油やターペンタインなどの溶剤を、ソルベント、揮発性油などと呼ぶ。 ペトロールは低価格の天然樹脂である、ダンマル樹脂の溶解に適さないとされたこともあり、ターペンタインがよく使用されたが、ターペンタインは、貯蔵安定性を欠く嫌いがあり、近年では、絵の具メーカーもダンマル樹脂を含むバニッシュなどの製品にもペトロールを使用する傾向がある。ペトロールは価格においてもターペンタインに勝り、乾燥も相対的に穏やかで、溶解力も、 ターペンタインほどに強力でない。趣民家のムーに天然樹脂油エグのようにバニッシュが添加された油エグは溶剤を含む。油エグは空気中の酸素と結合脂間精油が重合することによって固化する。油エグにおける酸化による効果を乾燥という。乾燥時間が数日程度と長いため、絵の具の微妙な混合、混色やぼかし、拭き取りなどが容易であり、 明な光沢ののあるれ色をした画面作成に向く。透明性は透明な性質であり、不透明性は不透明な性質である。例えば、透明性が高いとは透明なことであり、透明性が低いとは不透明なことである。不透明性が高いとは不透明なことであり、不透明性が低いとは透明なことである。がって、透明性が高いと不透明性が低い。 不透明性が高いと透明性が低いは、それぞれご同義であるが、同一ではない。透明性と不透明性は文脈により使い分ける。これは、その使用上の効果に関わる。油絵具は、乾性油や樹脂の屈折率の高さから、総じて透明性の高い発色をする。この透明性は、透明水産絵の具の透明性と原理が異なる点に、注意。 油絵具全色が透明なのではなく、油絵具にも不透明色は存在する。油絵具の不透明色の不透明性は、ガッシュ、アクリルガッシュなどの不透明性とは一線を画し、独特の存在感を呈する。ただし、体質顔料の添加によって透明感が演出されている場合がある。しかしながら、 現代的有機顔料は着色力がこれまでにないほど強く、絵の具化しても顔料が高濃度では極めて暗く見えるものが多いため、調整は自然な措置である場合もある。また、顔料自体を工業的に微粒子に仕上げ透明性を高める方法も存在する。透明性の高い絵の具の顔料としては、アリザリン冷気等の冷気顔料やアントラキノン系、アゾ系、 フタロシアン系、キナクリドン系などの有機顔料がある。有機顔料によるアブライグは基本的に透明性が高い。透明性の高い無機顔料も存在する。コバルトキ、アショウ酸コバルトカリ、オーレオリン、水和酸化クロム、ビリジアン、マンガンアオ、硫酸バリウムに定着させたマンガン酸バリウム、合成ウルトラマリン、フレンチ、ウルトラマリン、コバルト紫などがそれである。 なお透明色に不透明な白色などを混合すれば、不透明性を高めることが可能である。不透明性の高い絵の具の顔料としては、バーミリオン、新車、種、カドミウム赤、カドミウム大々、カドミウム鋼、硫化、セレン化カ,カドミウム、硫化カ,カドミウム、硫化カ,カ,カ,カドミウムマイナス硫化塩タ、酸化クロム緑、コバルトターコイズ、CO、Li、Ti、Zn の酸化物、 型容体、CO,NI,TI,ZN の酸化物、型容体など、鈴酸、コバルト、セルリアンブルー、酸化鉄、マルスレッド、マルスイエロー、マルスブラック等、シタンジロ、シタニウムホワイト等がある。ただし、コバルト系顔料は、鈴酸コバルト等のように若干不透明感を、欠く嫌いがある。また不透明性の高い有機顔料の不透明性は、 白色顔料添加による場合もある。物体性のある塗膜は油絵具の特徴であり、物体性のある塗りと透明性の高い白層との両立は他の技術では実現できない。この場合、物体性のある塗りは厚ければ厚いほど良いということにはならなし、過剰に厚くすると培材が滲み出てそのまま溶化し、塗膜の美感を損なう場合があるが、 透明性の高い層は塗り圧の変化に伴い、色合いが大きく変化し、また塗りを薄くすることで技巧を凝らした跡が立ちがたくなる場合があるため、相対的により強調される場合がある。透明性の高い白層、グレーズは古典的な油彩画において特徴的な技法とも言われるが、現在観察される古画の外観の平面性は、絵画修復の際に用いるストレッチャーよって張力を、 加えたことの影響を受けたものであり、本来は筆色などのテクスチャーが現在よりも明確に識別できたするのが妥当である。油絵具のホイール性は、油絵具と技法の関係に従って、彩画表面化する程度が異なる。油彩画の構造において、油絵具による層の仮想となる層及び、下地層の吸収性、顔料の透明性、バインダーのホイール性、バインダーの量、あるいは、 p, b という顔料、ピグメント、ピグメントと、培材、バインダー、バインダーの比率が重要になってくる。油絵具の基本となる完成油や、その加工品、これを用いたバインダーは、時間や距離によってその性質が変化する傾向が強い。この物性は、自然空間の表現を基礎としたヨーロッパ美術の、歴史に損する特徴を、物質、素材、道具が支えている。 典型的な例である。市販のチューブ入り油絵具、特に修作用、大作用、普及品等の安価な製品においては、黄片、絵の具が乾燥に伴って黄み、赤みが増し、暗くなる現象の影響が顕著である。白色などの名色の大半は、からし湯、暗色など乾性油の黄片の影が弱い色は、アマニ油を使用し、練り上げるのが一般的であるが、 ごく限定的にカラシ油を使用するメーカーもあれば、自社最高級品の、全、色を小油などの単色の完成油で練り上げるメーカーも存在する。これは、各製造元の企業倫理と設計思想の問題であり、一概に、どの手法が最良であるとは言えない。アマニ油は、乾燥が早く堅牢な塗膜を作るが、応変性が強く、カラシ油、ポピーオイルは応変性は、 小さいが乾燥が遅く、塗膜も脆いので100年程度経過しただけで塗膜に、問題を起こしへの美観を損なう例もいい。また、カラシーは高価であるため、普及品などにおいては、サフラワーオイルが採用される場合も多い。白色の応変性を抑制する目的で、アエンカ、ジンクホワイトを添加する措置が存在するのだが、アエンカは亀裂などの問題を起こす原因であり、望ましくない。 添加を製品に明記している製造元として、コルアート、ウィンザーニュートン、ウィンザーニュートン、ロイヤルターレンス、レンブラント、バンゴフホ、シュミンケ、ムッシーニ等がある。他方で、添加を明言しているメーカーとして、松田油絵の具株式会社がある。絵の具に含まれる顔料、溶剤、乾燥剤などの金属塩には、毒性が高いものがある。ロッカ、クロム、 カドミウム、水銀、コバルトなどの重金属を含む顔料や乾燥剤は重金属障害の原因となる。これには4大抗害病と関係が深い物質も含まれる。方向属炭化水素、方向属アミン、ニトロ素化合物、アゾシキソ等には発がん性があり、油エグに使われる有機顔料や有機溶剤には発がん性があること、知られている。 絵の具を選択する上で重要な指標になるのは、それぞれの絵の具に使用されている顔料であり、専門家用の製品であれば、それぞれの製品やパンフレットに使用顔料が明記されている。特に実用的な判別方法として、カラーインデックスに従った名称、特にカラーインデックスジャネリックネームが記載されている。ただし、松田油絵の具株式会社のように、 カラーインデックスジャネリックネームを使用してこなかったメーカーもある。だが、松田油絵の具株式会社は2011年頃から対応を変更し、パンフレット等にカラーインデックスジャネリックネームの記載をするように変わった。カラーインデックスジャネリックネームが同一の絵の具であっても同一の顔料が採用されているとは限らないが、総じて物性的には同様であると言える。また、 特定の絵の具メーカーが特定のカラーインデックスジャネリックネームを有する顔料を数多く製品化することはほとんどない。複数の顔料の併用によって成立している製品を使用している場合に使用している顔料を個別に製品化したものを見つけ出し、より広範囲の色調を効率的に表すことが可能になる場合もある。ただし、 すべてのメーカーが複数の顔料の併用によって成立している製品に用されている顔料がすべて単一顔料として絵の具に使用されているわけではない近年ではメーカーが製品に使用されている顔料のカラーインデックスジャネリックネームを公開するようになっているが特に日本のメーカーの場合は依然として複数の顔料を使用した製品が多く基本的な知識のない消費者が 効率的に効果的な絵の具を選択できる状況にない。現在一般的なチューブ入り油絵具は19世紀になってから開発された。それ以前は画家の弟子などが顔料と完成油などを連成して絵の具を作っていた。油絵具に先行するテンペラ絵の具が全盛だった頃には事前に用意した水練りした顔料とバインダーから絵の具を連成するという工夫が取られた。 ことが知られる一般の人で絵の具を作る人は少ないが、絵の具メーカーは、顔料メーカーが製造する顔料を小分けにして、販売する一方で、絵の具の手練りの仕方に関する冊子を作る、講習会を開催するといった活動によって、知識の普及に貢献しているので、専門的な知識を参照して、絵の具を自作することもできる。顔料と転職剤を練り上げれば、絵の具になる。 大規模な画材店などで市販されているアルミチューブ、尻を折っていない状態に爪チューブの尻を折れば、チューブ入りの手練り絵の具を作ることもできる。ただし、手練りの絵の具と市販の機械ネギの絵の具は、電成工程、練肉や絵の具の組成の違い、品質管理の仕組み、利順の確保の有無など、異なる点が多く、性質は異なる。西欧では現在でも、 絵の具の自作を作家が自ら行う場合が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。